ウィリアム・ペティ、サー・ウィリアム・ペティ、1623年5月27日から1687年12月16日は、イギリスの医師、測量家、経済学者、労働家値説を初めて唱え、また、政治産術派の先駆となったことから、古典派経済学と統計学の始祖とも言われる。ハンプシャー州生まれ、オックスフォード大学の解剖学教授やアイルランドの、 軍医総監などを務めた。子孫は、ホイッ等、自由等の名門ランズダウン公爵家として、現在も続いている。1623年、ハンプシャー州、ロムジー市で、織本の第三種として生まれ、上野啓子が早くに亡くなったため、事実上の長男として育つ。1637年、14歳の時、イギリス商船の水婦となったが、10ヶ月間の公開の、 あと、フランスのカーン氏に置き去りにされた。カーンにあるイエズス会のカレッジで学芸、リベラルアーツを学び、1640年頃にイギリスに帰国。1643年にオランダへ渡航するまでイギリス国王の海軍で勤務した。1644年にライデン大学の医学部に入学。ライデン大学でフランシス・シルビーウス教授から、 解剖学と医科学を学んだと推測される。アムステルダム大学のジョン・ペル教授に大数学を学ぶとともに、ペルの助手として働き、当時ロンゴ・モンタノスとの間で、ペルが論争をしていた、遠赤法の問題について、ペルの爆論をルネ・デカルトラヨーロッパ各地の学者に送った。1645年11月頃に、オランダを離れ、フランスのパリに移る。ペルの紹介状により、 トマス・ホップスの地域を得て、その縁により、マラン・メルセンヌを中心とするサークルに参加。メルセンヌ、ホップス、デカルト、ジルド・ロベルバル、クロード・ミドル・ジュラサークルに集った、当大フランスにおける著名科学者、知識人と交流した。ホップスとは、工学や解剖学の分野で共同し、数学的論証を重視する姿勢に大きな影響を受けた。1646年、 ロムジーに戻り織元を継ぐも、発明品、副社機の販売のためロンドンに今日移す。フランシス・ベーコンの学徒らと交わり、王立協会の前身の一つ、サミュエル・ハートリップを中心取るロンドン理学協会、福祉の学院と同一に参加。ベーコンの経験論的な実験方法に強い影響を受ける。また、この時期に、親友ジョン・グラントと知り合ったと考えられている。 やがて共和国軍によるオックスフォード大学の開祖で、オックスフォード中流軍の司令官であったグラントの議定トーマス・ケルシーらの強い証言もあり、オックスフォード大学に迎えられた。ここで医学博士の学位を得、1651年解剖学講座の教授となった。さらに、オックスフォード大学ブレイズノーズカレッジの副学長となり、グラントの圧戦により、 グレシャム・カレッジの音楽教授となった。公主系に処せられた少女アングリーンの蘇生に成功するなど、ペティの解剖学者、医者としての名声は高く、オックスフォードにおける理学協会の集会も当初ペティの宿舎で行われた。1652年、共和国によるアイルランド派遣軍の軍員総監に任命され、また、アイルランド総督、チャールズ・フリートウッド将軍の辞位となり、 アイルランドにわたる測量総監、ベンジャミンウオー・スリーの実施方法を批判し、自らの指揮による測量を提案。この提案が採用され、1655年より、ペティによる科学的な測量、ダウンサーベイ、ダウンサーベイが実施された。募集された半島の土地は測量結果により、派遣軍に出資、参加した各階層に分配され、ペティはその責任者に任命された。 ペティは兵士に与えられた給与債務証書を買い集め、ケリー州及びその他地域で広大な土地の領主となる。さらに、アイルランド総督ヘンリー・クロムウェルの秘書となり、クロムウェル家の秘護の下、イギリスのウェストロー選出の下院議員となった。しかし、オリバー・クロムウェル死後の共和国末期に、アイルランドでの不正行為を告発され、すべての公職から追放され、ロンドンに戻った。 王政復古以後チャールズ2世の被護を受け、1661年4月ナイトに除任。さらに共和国時代に得たアイルランドの領地も再度国王から授与された。社会的地位と領土を回復したこの時期に、ペティの学者としての名声は最も大きなものとなる。自然科学分野では、不可視の学院の後ろ身である王立協会のフェローとなり、力学や、 船舶の建造など幅広い分野での報告を提出。1673年には副会長に選出。1684年のダブリン理学協会、後のダブリン王立協会の創立に尽力し、会長に選ばれた。経済学分野における主要な著作はすべて、王政復古期に書かれている。1662年の初めに、ペティとの共同とされる、グラントの著作。 死亡表に関する自然的及び政治的諸観察が出版され、さらに同年4月頃ペティによって財政論、租税効能論が匿名で出版された。1665年に戦時財政論、ケンャには一言をもってたるが執筆され、ペティの死後1691年にアイルランドの政治的解剖の付録として出版された。第三次英乱戦争によって、 イギリスが苦しい状況に追い込まれていた1670年代前半には、A、フッツ、ランの国力を数量的に比較した政治算術、アイルランドの政治構造を分析したアイルランドの政治的解剖を執筆。それぞれペティの死後、1690年に政治算術、1691年にアイルランドの政治的解剖が出版された。1682年、 貨幣の海中問題を扱った貨幣小論が出版。1683年にダブリンの死亡票に関する初観札。1687年にアイルランド論が出版された。1666年から領地経営に当たるためアイルランドに赴いている。ペティは著作に述べられているアイルランド開発計画を自らの領土で実践し、 新京都のイギリス人をアイルランドに入植させ、製鉄業や製材業といった産業を創設し、橋梁の建設や私中華兵の鋳造など、植民地運営に必要な政策を取った。その経験によって得られた諸観察によって、研究を発展させていったのである。1685年ロンドンに戻り、1687年12月、死去。 死後の1688年に妻のペティ夫人がシェルバーン男爵夫人に助せられ、長男のチャールズ・ペティがシェルバーン男爵となる。1696年にチャールズは早死にするが、1699年に末帝のヘンリー・ペティが爵位を継ぎ、1719年にウィリアム・ペティの業績により、ダンケロン主爵とシェルバーン伯爵の爵位に助せられた。百五十一年に、 ヘンリーが死去すると、領地は、老いのジョン・フィッツ・モーリス、ウィリアム・ペティの娘・アン・ペティと、初代ケリー伯爵、トマス・フィッツ・モーリスの間に生まれた第二子に引き継がれ、ジョンは、ダンケロン・ダンシとフィッツ・モーリス・シ爵に助せられた。1753年に、シェルバーン伯爵となった。1761年にウィリアム・ペティと、同性同盟の第二代シェルバーン伯爵ウィリア・ペティが、 シェルバーン伯爵の爵位を継ぎ、1784年にランズダウン公爵に助せられ、以降はランズダウン公爵として、仮名を現在まで残している。ランズダウンの爵位は、ウィリアム・ペティがアイルランドで実施した測量に由来し、土地、ランズを地図に書き記したことから名付けられた。ペティは古典派経済学の研究法や、用となる多くの概念を生み出した。 ペティが余剰という概念を取り入れたことにより古典派経済学が誕生した。経済学に初めて経験的、統計的な研究法を取り入れた。経済活動に規則性、存続性をもたらす法則を明らかにしようとしたのだ。ペティは余剰こそ経済成長の要だと考えた。ペティにとって生産とは余剰を生み出すための過程であり、 社会が必要とする以上の産出を生み、投入を再構築するもの、と考えた。ペティは、財の自然価格と市場価格を区別した。ペティの法則については、ペティイコール・クラークの法則を参照のこと。ペティは、貧民救助や病院経営など社会政策経費と福祉費の増額を提唱し、貧民対策として、 公共土木事業に労働者を投入すべきことを提言した。租税効能論では著名なピラミッドの空輸を用い、仮にソールズベリ高原に無用なピラミッドを建設しようが、ストーンヘンジの石をタワーヒルに持ってこようが、その他これに類することをしても、公共事業に労働力を投入することは有用であるとして、公共事業の経済的、社会的効果を提唱した。 労働価値説を唱えた最初期の人物であり、後のマルクス経済学の雛形を伺うことができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。